レインジャー9号は NASA のレインジャー計画で製作され、打ち上げられた月探査機。月面に向けて進み、月面衝突前の十数分間の高解像度写真の撮影が目的であった。ビジコンカメラ6台に加え、広角カメラ2台、境遇角カメラ4台が積まれており、それぞれのカメラが独立した系統の電源、通信を持つことで信頼性と安定性を増していた。 カメラル以外の観測装置は積まれていなかった。レインジャーの6号機以降はすべてブロックさんと言われる設計系統でどれも同じような構造になっていた。推進、電源ユニットの上に幅が1.5メートル程度の六角形の台座があり、上部には円筒部がついており、前高は3.6メートル程度であった。下部には展開式の太陽電池パネルとパラボラ。 高利得アンテナが積まれており、展開すると太陽電池パネルは4.6メートル程度。上部の円筒部にカメラ装置一式があり、先端に純無指向性低利得アンテナが搭載されている。推進用ロケットはヒドラジン単元推進薬で推進力は 224N、ジェットの方向コントロールは4枚のジェット翼で行われていた。高度。 姿勢などの制御は3台のジャイロ、私腹合わせて6台の太陽センサ、2台の大地センサなどから制御されており、窒素ガスジェットで姿勢を維持した。電源は太陽電池の他に銀亜ン電池からの電気が利用された。通信は純無指向性低利得アンテナとパラボラ、高利得アンテナの2種があり、通信装置はそれぞれ波長の違う3種が積まれていた。 なお、通信用に、ビデオ信号は、RF 信号に変換されていた。アルフォンススクレーター底面の溝構造が見える。発射には、アトラス 204D、アジェナ B6007 のアトラスアジェナが使われ、1965年3月21日、予定通りに 185km の宇宙大気軌道まで打ち上げられた。90秒間のアジェナロケットの2度目の点火で、 月戦移軌道に乗り、その後アジェナとレインジャー9号は分離、さらにその数分後に、太陽電池パネルと氷得アンテナを展開、姿勢制御装置が作動を開始し、通信が無視構成アンテナから氷得アンテナに切り替えられた。初期軌道の精度は、中間軌道修正を22日から23日に遅らせることを可能にし、操作は12時3分 UT に開始された。 方向調整の後、12時30分 UT に31秒間ロケットが点火され、再度方向調整を行い、これらの操作は13時30分 UT に終了した。レインジャー9号は1965年3月24日に月に到着し、13時31分 UT から写真の解像度を向上させるためカメラをより飛行方向に即した方向に向ける。 ターミナル操作が完了した。衝突20分前に1分間のカメラシステムの撮影準備が始まり、最初の写真は13時49分41秒に、月面から2 3 6 3トルの高度で撮影された。衝突までの19分間に5814枚の高画質写真が送信され、最後の画像は解像度が0 3ルに達した。 月の赤道からマイナス5.6度をの入射前近方向で衝突し、軌道面は月の赤道から15.6度傾いていた。発射から64.5時間後の14時8分、19.994UT に、難易12.83度、統計357.63度の月面、アルフォンススクレーターに衝突した。衝突速度は、 毎秒 2.67km であった。この飛行では F チャンネル画像のライブネット報道によるリアルタイムなテレビ報道が行われた。ありがとうございます。